はい、ご覧の皆様こんにちは。ホステルと申します。ニンテンドースイッチの配信をプレイしていきましょうか。今日もよろしくお願いしますね。前回最後にカセットテープを手に入れて、で、ラジカセがどこかにないかっていう話になったんだよね。で、ラジカセ発見しました。で、今いる部屋がね、3階の、303号室かな。はい。で、発見したので早速調べていく。確かこれがラジカセよ。全世代の異物といったところか。確かこれがラジカセよとか。動くのかな。それ以前に電気通ってねえだろうがここ。ホテルイザナビ。ちょっと待ってね。テレビ全くつかねえし。だってうん、大丈夫そう。動くんかい。いよいよこのカセットの中身が聞けるのね。いや、充電式にしてもさ、だいぶ息されてたんだったらさ、バッテリー上がってない？普通に考えて。側面にも何も書かれてないし、何が録音されているのかしら。で、ホテル自体に電気も通ってないし、このラジカセが作動する要素ゼロなんだけど、なんで動くの？なんで動くかを疑問に思え。隠されてたようなテープだしね。このホテルのことが分かるものだといいね。そうね。それじゃあ、アズサ、お願い。だいたいそもそもさ、長く息されていたテープだったら、ワカメになってるでしょう。わかった。再生した時点でラジカス壊れるんじゃね。確か、ここをこうして、再生するわね。まあ、ご都合主義といったところか。あ、耳痛いんだけど。お、オーナーの息遣いとナタを引きずる音がしてきた。カラカラと。お前か、お前が。この呪いのエロテープでは。お前が殺したのか。お前が殺した。誰？穏やかじゃないね。オーナー落ち着いて。そ、持ってる。ナタを下ろしてください。誰だよこれ録音してて。あ、危ないですって。そしてこのような音声を神棚に入れておいたやつとは一体。お前が、お前が。ブッディの正体ってオーナーの自爆霊もしかして。お前が、お前が娘を殺したんだ。こいつが、こいつが娘を殺したんだ。お前だって風呂場を見ただろ。風呂場、髪の毛出てきたところだよね、ゲーム冒頭で。何言ってるんですか。鏡に映ってるのはオーナーですよ。あ、鏡を見て言ってるんだ、スタッフじゃなくて。ということは自分自身に向かって叫んでるってこと。やべえなこいつ。今救急車を呼んでますからね。え、落ち着いて。お前は、お前だけは許さない。やめてくださいってば。うるさい。これスタッフどうなるの。命の危機なんだけど。労災か。待ってろ。今すぐお前が殺した犯人を全員殺してやる。全員と来たか。複数犯。オーナー、オーナー。いや、だけど今のは鏡じゃなくて肉を切るような音がしたぞ今。うわー、スタッフ走り去る音がしたけど。だけど、生々しい絵、スナップフィルムが。何よこれ。まあ、ともあれブッディの正体が透けてきたのは間違いないね。誰か、人が死んだ。
趣味悪。元はスナフビデオか何かかしら。けどわざわざ音だけ別撮りにする？このカセットテープ自体も呪われたものか。もしかして娘を殺したがどうとか言ってなかった？怨念がこのテープに音声を吹き込んだとか言ってたわね。子供を殺して自分も死ぬ、無理心中ってやつかな。しかもなたって言ってた。あ、もしかしてあの着ぐるみと関係あるのかな。さっき204号室に入ろうとした時に女の子がいたわよね。来たね赤文字、204号室で迎えと。その後204号室で見たあの光景ってもしかして。俺204号室で何見たっけ？この音声直前の女の子が殺される直前の風景ってことね。何を伝えたかったんだろう。俺そんなの見たっけ？見よ。全然覚えてねえわ。うん、なんでもない。204号室に行ってみれば思い出すから。とりあえず改めて204号室に向かってみましょう。じゃあ道中ところどころ出てきた青いちっちゃな人影はこの娘だったってことかな。何か手がかりを見落としてるかもしれない。204号室へ。はい、次の行き先を指し示してくれているのはありがたいね。そして何かに気づくあずさちゃんね。実況者ホステル一押しヒロインキャラ。どうしたの？スタイル抜群。たまにね。何か右のスピーカーのあたりからコロコロ音がする。何かアイテムが？右のスピーカー、ゼンマイを手に入れた。来たね。これオルゴールを動かすことができるね。ゼンマイを使うことによっていいですね。次に行く道がどんどん明らかになっていくね。こう次に使うアイテムが分かりやすければ次の展開も行きやすいんだけどね、迷うことなく。204号室でまず向かっていくんだが、あれ、おあつらい向きにさ、オルゴールあった部屋が204号室じゃなかったっけ？あそこ最初に行った時何かあったっけ？あそこで影と出会ったんだっけ、女の子の。さあ飛ぶあれ、迷うことなく一直線にこの謎の解明に向かって先へ進んでいく。娘は一体誰に殺されたというのだろうか。オーナー自身が殺したというのだろうか。そのあたりも謎だよね。謎が解き明かされて、この呪いが病む日は来るのか、この3人によって。こうご期待といったところだね。ここまでは全部バッドエンドだったから。ヒロイン無残な展開だったから、なんとしてでもね、3人揃って家に帰りてえわ。さあ、ここでゼンマイを巻いていく。あ、いよいよアイテム欄もほとんどもう最後の方だね。物語もクライマックスと言えるのでは？小ぶりな金属製のネジ回し、長く放っておかれたせいで、表面がくすんでいると。これを使っていこう。一体どのような音声が流れるというのだろうか。できたわ。どんな曲が入ってるんだろうね。ゼンマイは、きちんと負けてそう。さあ、じゃあ鳴らすわよ。え、扉の音？誰？何？いやー、あやかしだよね、それはもちろん。オルゴールの音に導かれてやってきたが、豚野郎が。さあ、どうする？どうしよう。これだけどまともにさ、自分で移動するんだったら罪じゃね。どこかに隠れなきゃ。壁に追い詰められてるから。どこに隠れるのよ。もう見つかってるわよ。いや、見つかってから隠れても十分負けるんだけど、このゲーム性。
アズタちゃん守ってあげたい。サイコパスと言ってたもんか。蓋の中身はちなみに俺なんで、実はオーナーじゃなくて俺なんで。どうしよう、もう誰か助けて。ひょっとしてオルゴールの音で去っていくんじゃないこいつ。うわっ、ナナちゃん、お酒の女の子。お、プッティが除霊貫禄か。地獄先生ヌーベでもいたのか、その場に。何今のは。あの着ぐるみ崩れ落ちて動かなくなったね。成仏したといったところだよね、これは。これはだけど、あずさ死亡エンドと打って変わった感じで、もうこれブッディ動かないんじゃない？アズサ、アズサちゃん、なんで泣いてるの？え、怖かった？もう大丈夫だよ。もしかして女の子の精神が入り込んできたんじゃない？これは。違うの。私たちを助けてくれたのかな？あの霊。何かを思い出したのかもしれないわね。そうね、二人ともずっと同じところにいたのに、お互いのこと見えてなかったのかな。同じところに引けてたらいいわね。私ね、小さい頃父と姉を無理心中で亡くしてるんだ。暗い過去が発覚してしまった。え、初めて聞いた。ごめん、大丈夫。私は5歳だったし、もうすでに親が離婚してたから、ほとんど記憶はないからさ。ただ実は私がお化けとかが怖いのもさ。父と姉は化けて出たとでも言うのだろうか。ちょうど父と姉が亡くなった日、一人でお留守番してたの。まさかのあずさ改装パートに入っていくという展開が。これはお母さんが仕事に出てて、一人で遊んでたら少しだけ押し入れの隙間が空いてるのに気がついたの。母親は普通に健在なのかな。気になるでしょ。扉の前に行ったら隙間から子供の手が見えて、おいでおいでって。なんだろうと思って近づいたら、すごい力で手をつかまれてさ、引きずり込まれそうになったんだ。それは中でもすでに父親と姉が死んでて、姉の霊が手招きしていたとでも言うとだろうか。これは振りほどいた後にもう一度押し入れを見たら、もう扉も閉まってて、恐る恐る扉を開けたら、中にはいつも通りお母さんの服が並んでるだけだった。
その夜、お父さんとお姉ちゃんが死んだって話を聞かされて。この手招きしていた奴は一体誰だったのか。姉が助けを求めていた。ああ、お姉ちゃんが私に、やはりそういう想像に。ずっと後悔してて、それ以来幽霊とかそういう話が全部怖くなっちゃったんだ。あの二人の消える前の姿を見た時、なんだか他人事みたいに思えなくてさ。私のお父さんとお姉ちゃんもあんな風に二人で行けたのかななんて。大丈夫よ。ちょっと恥ずかしい。とっとと脱出しましょう。これで書類完了。脱出しエンディングか。急にやる気出してくるじゃない。これでもう入り口を塞いでた髪の毛もなくなってるってことだよね。そうね。じゃあなんだかちょっと肩が軽いわ。このホテルのことも怖くなくなってきたかも。プッティがもう出てこねえっていうだけでもものすげえ安心感。よかったね、あずさちゃん。ありがとう、ミオ。ところで、ナナ。だけど、エンディングあと3つあるよね。油断したらいけんわ、これは。油断したらいかん。セーブはしっかり分けといて。最短ルートで全エンディングを制覇できるようにしていかないとね。どうかした？とりあえず、今夜の間はいつもみたいに先を歩いてほしいんだけど。出たー。かわいいっす、かわいいっす。勝ったな。すっかりいつも通りの二人の雰囲気だ。このまま脱出していいものか。だってあとエンディング3つあるんだよ。まだ何か大番狂わせみたいなものあるんじゃない。ともあれ、多分ね、次のセーブは結構重要な、これ横歩くと怖いんだけど、次のセーブは結構重要なセーブになりそうだから、しっかりデータ残しておきたい。だけどそもそもこのイベントに入ったら、もしかしたらもうそのエンディングルートに突入しちゃってるっていう可能性もあるから、一応またセーブ分けとくか。セーブ分けといて、これでもうブッディ出ないでしょ。一旦最寄りの部屋でセーブしておいて、今日は一回終了にしよう。留守番電話サービスに接続します。何番にセーブしておくかな。また1に戻ってセーブしてるでしょ。2でいっか。メッセージをお預かりしました。ここが重要なセーブポイントのような気がする。前のあずさ死亡エンドの時みたいに、ピアノ線を取った時点でバッドエンドのフラグが立つような感じでエンディングのフラグが立っていくんだったら、セーブポイントによっては手遅れでまた頭からやり直さないといけないっていう状況にもなりかねないからね。だからしっかりと重要な局面でセーブは分けといて、それでいきましょう。はい、では今日はここまで。ありがとうございました。